ここ2場所もダイジェスト見たんですけど、はい、内容的にもガンガンいってて、あ、そうですね、ガンガンいってるんですけど、最終日が結構、うん、あのいまいちな感じが多いんで、うん、そうですね、まあ最終日、うん、まあ特選とか決勝とか、はい、どこ走るかわからないですけど、うん、もっとちゃんといいレースしたいですね、3日間とも。最終日はまさか疲れが溜まってるとかそういうことですか？そういうわけじゃない？ではないですけど、なんかこう東京を見たらそうなってしまってます、ね、はい、はい、しっかりと3日間自分のレースを気合で走ります。はい、明日は、まあ、まだ初日ですもんね。初日勝たんかったら意味ないんで。そうですね、2人とも強いんでやっぱりね、はい、本当ですね。でも山崎さん連携実績ありますもんね。 あります。なんか、ね、相性自体はいいイメージがあるんですけど、うん、はい、いいイメージはあります、ね、はい、もう本線に組まれてますんで。そうですね、え、本線がどっち？いや、こっちでしょ。だって、ね、だって90点レーサーの前ですよ、ね、あ、で点数的にはやっぱり上なんで、はい、でもこれせいやさんも直近では突進する前とかも入ってますもんね。そうそう、ね、今季は多分せいやさんが多分高いと思います、うん、番組はこっち本線で組んでると思いますよ、ね、はい、うん、けどまあ強いに知ってるんでせいやさん、そうですね、うん、レースも見てきたんで、はい、せいやさんのレースも、うん、分かりました、はい、普段ちゃんと開催前にこの人だったり人だったりレースをチェックしてくる。あ、チェックして、チェックして、とりあえずあの自力や全員のダイジェスト、あ、うん、あの3場所4場所ぐらいまでは全部一応チェックして入ってます、はい。まあ、僕レースが下手くそなんでその機会はちょっとせんかったら、はい、分かりました。じゃあ負けないように、はい、頑張ります、はい、お願いします。